です。今日はホットケーキを作るときに味噌を入れたら美味しくなるっていうのを見つけたんで、今日は試してみたいと思います。ホットケーキミックス 300g、 味噌 30g。 僕赤味噌の方が好きなんで赤味噌使いたいと思います。水 250g を混ぜます。混ぜましたらこうなりました。あとはフライパンで焼いたら出来上がりです。で言うならお好み焼きみたいです。コクが出て美味しいんですけど、なんか思ってたホットケーキとちょっと味が違うなっていうのが正直なところです。今回は僕の好みで勝手に普通の味噌じゃなくて赤だしを使ったんですけれども、普通の味噌とか白味噌であっても美味しいかもしれません。ぜひ皆さん簡単にいつもと違うホットケーキが食べれますので試してみてください。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。